皆さんこんにちは。ウェブ版和心塾2016年6月号をお届けします。この季節になると全国の至る所でアジサイの花がきれいに咲きますよね。私はこの可憐なアジサイの花を見るとある歴史上の人物の恋を思い起こします。歴史上の人物とはシーボルト。江戸時代、徳川幕府は鎖国政策を取りましたが、西洋諸国の中で唯一交易を認めた国がオランダでした。長崎の出島にはそのオランダ商館があり、シーボルトは医師としてそこに赴任してきました。明治維新よりもおよそ40年ほど前のことです。シーボルトは日本人女性の滝という人と結婚します。この滝という人は文献によっては遊女だったというふうに書かれているものもあるんですけれども、実は出島というところは普通の日本人は出入りすることができなくて、女性だと遊女のみそれが許されたとなっていますので、それで、滝自身が遊女だったというふうに書かれているものもあります。ただ一説にはこの滝はある場所でシーボルトに見初められて、シーボルトのたっての希望で自分のところにそのもう嫁さんに来てもらったと。で、出島は遊女しか出入りが許されなかったので、滝はわざわざ遊女というそういう、身分になったというか、その遊女屋さんに一旦預けられて、その上でシーボルトに嫁いだというふうな説もあります。シーボルトはこの滝という女性を大変に心から愛したんです。そして滝の大好きだった花アジサイにハイドロゲアオタクサという学術名をつけました。オタクサというのはシーボルトがいつも彼女のことをおたきさんと呼んでいて、そのおたきさんがおたくさになったんです。あの可憐なアジサイの花にこんな秘めた恋のエピソードがあったなんて、なんともロマンティックですよね。このシーボルとタキの間には一人娘が生まれました。今はハーフタレント全盛の時代ですけれども、彼女こそが元祖ハーフタレント、タレントではないですけれどもね。彼女の名前は楠本イネ。親子三人水入らずの幸せな暮らしを送っていましたが、ところがその幸せな暮らしは長続きせず、ある日突然もろくも崩れ去るんです。徳川幕府が海外に持ち出すことを禁止していた日本地図をシーボルトが持ち出そうとしていたという、そんな疑いをかけられまして、シーボルトが国外追放になってしまったんです。これが世に言うシーボルト事件です。この時イネはわずか2歳、頼りにしていた父と生き別れ、タキとイネの母子は偏見やそして差別の嵐の中で大変に肩身の狭い思いをしたそうです。今であればハーフというのはかっこいいというイメージですけれどもね、百数十年前の日本、ハーフなんて大変に珍しい時代、相当イネはいじめられたんじゃないでしょうかね。そのイネには希望の光がありました。それが父シーボルトへの憧れだったんです。この時点でイネは将来シーボルトに会えるかどうかなんて全くわからない、それどころか一生会えない可能性の方が高かったのに、でもイネはいつの日かお父さんと再び会える日が来るんじゃないかと、そのことに希望を見出して、そしてその日のためにイネは一生懸命にオランダ語を学んだんです。やがてイネはオランダ語の美しい発音を身につけました。およそ30年後、その待ち焦がれた日がやってきました。徳川幕府が
開国に踏み切ったことでシーボルトの再来日が許されたんです。30年の時を超えて生き別れた父と娘が再び相まみえたんです。どんなにか感動的なシーンでしょうと私たちはつい想像してしまうんですけどね。でも実際はそんな甘いものじゃなかったんです。父のシーボルトが話すオランダ語をイネは全く理解できなかったんですよ。実はシーボルト非常に東洋に興味を持っていまして、どうしても日本に来たかったんですね。それで当時鎖国をしていた幕府が許したのがオランダ人の入国だけでしたから、シーボルトはそのオランダ商館に勤務するということでドイツ人だったんですけれども、まあ、徳川幕府には建前上オランダ人ということにして日本に入国していたんですよね。イネはきれいなオランダ語を身につけています。それに引き換え父親のシーボルトはなまった本当に汚いオランダ語なんです。イネの30年に及ぶ父親への憧れというのはこの時ガラガラとした音で崩れ去っていったんじゃないかなって思うんですけどね。さらに追い打ちをかけるような出来事もありました。シーボルトの隣にずっと寄り添う少年がいたんです。この少年はシーボルトがヨーロッパに戻ってから儲けた子、つまりイネからしてみたら腹違いの弟でした。タキとイネはいつの日か家族さんに水入らずでまた暮らせる日が来るのではないかと30年も待ち焦がれたのに、肝心のシーボルトはヨーロッパに帰って家庭を築いていた。これはイネにとって相当ショックだったんではないかなと思います。こうして運命に翻弄された父と娘、でもその二人の間には二人をつなぐ細い糸が存在しました。それは医学という糸です。シーボルトは長崎で鳴滝塾という塾を主催して若者たちに西洋医学を教えていましたが、そのシーボルトの弟子たちが師匠の忘れがたみであるイネを大変大切にして彼女に西洋医学を教えたんです。イネも彼らの期待に応えて必死になって学びました。後にイネは東京に出て開業しまして、そしてその技術が高く評価され、なんと宮内省の御用係にもなっています。楠本イネ、彼女の名前は西洋医学を本格的に学んだ初めての日本人女性として、そして日本初の女性産科医としてその名前が歴史に刻まれています。それにしても父に会いたいという一心で周りから白い目で見られながらもその孤高の30年間に耐え続けた、その日々が稲を医学の道に誘った、このことに私は深い感動を覚えます。天命というのは本当に存在するんだなって。そしてこういうね、恵まれない環境の中で必死に頑張ってくれた先人たちがいたからこそ、今私たちはこうして自由を謳歌でき自分たちの道を進んでいけるんだなって、こういう先人たちのリスペクトというのを私たちは忘れてはいけませんよね。以上が、まあ、そのアジサイの花にちなんだシーボルトの恋、そしてそのシーボルトの娘である楠本イネの物語だったんですけれども、今日はちょっとこの話だけだと短いので、もう一つ私がこの若葉が生い茂る美しい季節に思い出すさらに一つエピソードを加えてご紹介したいと思います。今は6月ですから、もしかしたらちょっとこの俳句をご紹介するには季節がちょっと進みすぎたかなという感もありますけれども、まあ雨を浴びて
若葉が美しく輝く今だからこそ、この句をご紹介するのもいいのかなという、そんな思いを込めて、廃聖と言われた松尾芭蕉の句をご紹介したいと思います。若葉して御目の雫拭わばや。これは松尾芭蕉が若葉の季節、すなわち初夏に奈良の唐招提寺を訪れて読んだ句なんです。唐招提寺というのは、今から1300年以上前に中国から日本にやってきた鑑真和上という方が開いたお寺です。唐招提寺は私も大好きなお寺なんですよね。木々の緑が色濃くて、焦げ茶のそのお寺の建物と非常にこうコントラストが美しいわけです。晴れ渡った日に行くと、その空の青と木々の緑と焦げ茶の建物、さらには白い玉砂利が、なんかもうまるで絵に描いたような美しさなんですよね。この唐招提寺には鑑真和上の座像というのが安置されています。今は公開日というのが年に数日間だけ決まっていますけれども、もしかしたら江戸時代はいつ行ってもこの鑑真和上の座像を見ることができたのかもしれません。先ほどの松尾芭蕉の句というのは、この鑑真和上の座像を拝して芭蕉がその感動のあまり読んだ句と言われています。鑑真という人は当時中国では本当にもう国宝のような非常に大切にされていた優れたお坊さんだったんです。立宗というですね、非常に仏教の中でも戒律を重んじる宗派に属していました。当時の日本は非常に仏教界が乱れていまして、その仏教界をなんとか再建させたいというね、そういう朝廷の思いを受けて鑑真和上は日本に渡ろうと決意なさるわけです。本当はですよ、その中国から優れた僧侶を呼びたいと思った日本側でさえ、鑑真のようなそんな素晴らしい僧侶が来てくれるなんて夢にも思っていなかったんです。鑑真の弟子が来てくれたらいいとそう思っていたんですけれども、でも当時は航海技術も発達していませんから、中国から日本に渡るというのは命がけ、命をかけて日本のためにね、なんとかしてその仏教界を立て直そうという人は、残念ながら鑑真の弟子たちの中にはいなかったんです。鑑真は弟子の誰もが躊躇して名乗りを上げないのにしびれを切らしまして、それなら自分が日本に渡ると来日を決意してくれたんです。でも鑑真は当時、先ほども申し上げた通り、もう国宝のような存在でしたから、鑑真を失いたくないという一心で、中国の民衆は鑑真が日本に行こうとしていることを告げ口して、事前にその計画が発覚して抑えられてしまったり、あるいはようやく船にたどり着くことができたのに、その船が嵐にあって遠くベトナムの近くにまで流されたりして、なかなか日本にたどり着くことができなかったんです。そのうち鑑真は潮風で目を痛めて失明してしまうんですよね。それでも鑑真は日本に渡って、日本の仏教界のためにできる限りのことをしてあげたいという、その志を捨てずに、なんと6回目のチャレンジで日本にやってきました。足掛け12年、その日本に渡ろうと決意してから12年かかって日本にやってきたんですね。その鑑真和上の座像というのは、当然目が見えない方の像ですから、目をつぶっているわけです。その目に若葉の雫が垂れているんですよね。きっと松尾芭蕉は
この若葉の雫を見て、それがね、こう失明までして日本に来て、その日本のために尽くしてくれた鑑真への尊敬と慈しみの気持ちと、そしてその10年以上にもわたる鑑真のその挑戦と、そこの、なんだろう、それがなかなかうまくいかない、その深い悲しみ、結局最後は失明してしまったんですからね。そういういろんなことに思いを馳せて、その若葉の雫がまるで悲しみをたたえた雫のように、つまり鑑真の涙のように思えたのかもしれないなと。そしてその悲しみの雫を拭って差し上げたいというね、その芭蕉の優しい気持ちがこの句にあふれているんですね。私は唐招提寺に行くと、あるいは若葉の照り入る初夏を迎えると、いつもこの句を思い出して、とても優しい気持ちになります。今日中関係って結構ギクシャクしていますけれども、こうやって日本のために尽くしてくれた中国の素晴らしい僧侶が1000年以上前にいたんだということ、そして数百年という時を超えて、その僧侶に深い慈愛の心を持って素晴らしい句を詠んだ松尾芭蕉がいたということ、私はなんか感動で胸がいっぱいになって、こういうことを心に刻んでおきたいなって思います。さて、今申し上げたその鑑真和上来朝という、日本の古代史においてこれは大変に大きな出来事だったわけですけれども、この史実を丹念に調べ上げて小説を書いた方がいらっしゃいます。井上靖さん。小説のタイトルは天平のイラカ。私はこの作品を中学校2年生の時に読んで本当に感動しました。そしてその時の感動がもしかしたら今の私の活動に、そして私が発信している天命追求型という生き方につながっているのかもしれないなって、そんなふうに思います。どういう話なのかというと、その鑑真和上来朝に関わった日本の僧侶たちを主人公にした小説なんですけれどね、当初この小説は陽詠という非常に高い志を持ち、そしてエネルギーにあふれる若者が中心になって、こう小説が進んでいくんですね。で、この陽詠に対して不肖というお坊さんがその対照的な存在として出てきます。不肖という人は非常に優秀なお坊さんなんですけれども、ただ陽詠のようになんかこうエネルギッシュじゃないんです。ちょっとクールなんです。ただこの不肖がですね、陽詠の情熱に引き込まれるようにして、この鑑真和上来朝という歴史的な出来事に、その、歴史の渦の中にですね、こう身を投じていくわけなんですね。私は当然この小説を読んだ時、鑑真が日本にやってきたというその事実を知っていますから、小説を読みながら、はあ、きっと陽詠はこのバイタリティで、この行動力でこの大事業を成し遂げたんだって、そう思いながら読んでいたんです。ところが小説を読み進めて驚きました。陽詠は中国に自分の家庭を築いて中国に残るという選択を選ぶんですよ。そして鑑真を伴って日本に帰ってきたのは、優秀だけれどもやる気がなかった不肖の方だったんですね。私はこの大どんでん返しの結末に本当に驚いたんです。そしてこの時、ああ、きっと私たち人間には天から何かしらの役割が授けられているんだなってそう感じたんです。おそらく陽詠というのはその大プロジェクトを立ち上げて推進していくという役割、
府省はそのプロジェクトを結実させるという役割を担ったんでしょう。私たちの価値観ではついついその大輪の花を咲かせ大きな実を結ばせた人の役割こそが尊くて、なんかその他の役割は取るに足らないように感じてしまうんですが、でも本当はその役割に大きいとか小さい、尊い卑しいは関係ない。どの役割も等しく大切なものであり、そして天はその人にふさわしい役割を与えているんだなって、私もその天を信頼して思い切り天に身を任せて自分に課された役割を全うしていこうって、まあ中学校2年生の当時はそんなに明確なね感じではなかったんですけれども、でもなんとなくねそういう思いを持ったんですよね。それから数十年経って私は歴史の本を書くようになり、天命追求型という生き方に気づき提唱させていただいているわけですから、本当に人間の人生っていうのは面白いですよね。感慨深いですよね。まあ稲さんにしてもそれから不祥にしても本当に天命というのが存在するんだなって、そんな確信を私に与えてくれました。2016年も約半分が過ぎましたよね。年の初めにはみんな今年はこんな年にしようとかこれをやろうっていろいろこう目標を決めると思うんですけれどもね、半分ぐらい経つと結構愕然としますよね。なかなか進めていない自分に気づいたり、その立てた目標さえも忘れていたよって。でも私はそんな時は思いっきり天に委ねていいんじゃないのかなって、あんまり自分の頭で考えてあくせくそこに向かってねこうアクセルを踏んで突っ走るよりもちょっと天に委ねるような心のゆとりを持ってもいいんじゃないかなって、滝壺にねはまってしまった時に一生懸命出よう出ようってもがくと全然上に上がれなくて最終的には死んでしまうらしいんですけれども、滝壺に落ちた時に力を抜くとほら水って循環してますから、いつの間にかちゃんと水面に浮いてるっていうのを聞いたことがあります。2016年の半分が経って少し力みを抑えて肩の力を抜いて天に委ねてみるというのもいいのではないでしょうか。今回伝えたかったのは以上なんですけれども、ちょっとおまけで話してしまいますとね、私は天平の田舎の中で一番好きなシーンがあるんです。多分これは史実ではなくてフィクション、井上靖さんが考えたそういうシーンだと思うんですけれどね、鑑真と不肖の乗った船が万里の波涛を越えていよいよ日本に着くというその直前の出来事なんです。不肖が朝目覚めると傍らにいる鑑真和尚から「翔翔」って「起きたかい?」って声が聞こえるんですね。不肖はそのタイミングがあまりにも絶妙で自分が起きたてでそう声をかけられたので驚くんですよ。鑑真はもしかしたら目が見えているんじゃないかってそんな驚く不肖に鑑真和尚は種明かしをするんですね。そろそろ不肖が起きる頃だと思ってさっきから何度も声をかけていたんだよって、私そのシーンを読んだ時になんか自分が不肖になったような気持ちで本当に心が温かくなったんですよね。まあ、楠本稲の人生を切り開いたのは父シーボルトの弟子たちでした。そしてこの不肖は鑑真和尚を心から尊敬してついにその鑑真和尚を伴って、日本に戻ってくる、こういうね師弟の絆っていうのも本当にいいものがあるなと思います。なんか今月はちょっと取り留めのないような話になってしまったんですけれども、今回のテーマはですね、ちょっと肩の力を抜いて
天に委ねようという感じでしたので、私もすみません、そんなつもりでウェブ版の収録をさせていただきました。また来月お目にかかれるのを楽しみにしています。どうもありがとうございました。